皆さんこんばんは。それではポケモンスカーレットの続きです。案内の通り、ここはボールタウンです。ここには草タイプのポケモンを使うジムがあるので、そこへ行きます。別に勝負くらいしてもいいけど。これはどうもありがとう。戦闘前のテストがめんどくさいんですよね。これはもうただの作業なのでカットしますね。
ムリーダーのコルタとのバトルです。レベル的には余裕ですね。相変わらずぬるいです。照らしたりしてくるでしょうね。この照らしたりっていうのは対戦では太鼓を変えて不意をつくのが普通なので、草を草に照らしたりするにはあまり意味がありません。じゃあまあせっかくなのでこっちも使います。テラスタルはゲームを進めると自由に変更することができます。他プレイヤーとの対戦はレベルは自動調整されるので問題ないですが、テラスタルの変更や持たせる道具の解放も必要なので、基本的にはクリア後にやった方がいいですね。私はまだクリアしてないので対戦はしてません。これでボールジムもクリアです。
あちこちで吹聴してるのか、あの子。目指すも何も、クリアするには選択しないし、あえて選ぶなら、メモちゃんに付き合ってかな。それでは、ジムはクリアしたので、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。